営業は科学です。なんで採用していただけないのかと、その理由はですね、締結ができないんです。締結もですね、これは技術ですね。その技術を、そのノウハウをゲットしていただければ、どのような方も適切できます。ザリガニ親父のワンポイントコミュニケーションアワーです。今日は7月11日土曜日です。今日は皆様に8月1日に行われます日本プレゼンテーション協会主催の3時間ズームセミナーについてお話しいたします。テーマは締結の極意です。いくらファシリテーションやプレゼンテーションやネゴシエーションの技術を学んでも締結できない人だらけです。一番わかりやすいのはですね、名ファシリテーターとか名プレゼンターとか名ネゴシエーターがご自身のプログラムを売り込めない、そんな人ばかりです。そんな人ばかりです。ナレッジの塊、あるいはそういうノウハウの塊ではダメなんです。締結とは一体何か。最終的に相手がですね、買いましょうと、入れましょうと説得することなんですよね。それはですね、締結という技術、これは根性論ではありません。締結は技術であり科学です。3時間のズーム遠隔セミナーで皆様はノウハウとしてテクニックとして間違いなく体得できると思います。どうぞ皆様、8月1日、私日本プレゼンテーション協会理事長の高野が講師を務めます。3時間ズームセミナーに出ていただければ、多分そういうことかと、そういうことをすれば締結できるんだと。締結する技術は根性論じゃないな、技術だと、科学だということで納得していただけるでしょう。このセミナーはですね、格安にいたしました。皆さんですね、3時間遠隔ズームでやりますので、どこからでも参画できます。プロモーションビデオをですね、この後2本連続でお見せしますので、どうかご覧になってお申し込みください。日本プレゼンテーション協会理事長の、営業は科学です。なんで採用していただけないのかと、その理由はですね、締結ができないんです。締結もですね、これは技術ですね。その技術を、そのノウハウをゲットしていただければ、どのような方も適切できます。今日は締結の極意をお伝えしたいと思います。営業は科学です。なんで採用していただけないのかと、その理由はですね、締結ができないんです。締結もですね、これは技術ですね。その技術を、そのノウハウをゲットしていただければ、どのような方も適切できます。今日は締結の極意をお伝えしたいと思います。お伝えしたいと思います。